ユニホンテレビ。由利本荘市観光協会東由利支部では、雪国に対するイメージを明るくし、地域を元気にしようと、毎年東由利雪まつりツアーを企画しています。今年度のツアーでは、東由利の豊富な雪を使った3つのイベントが計画されています。雪物語2021は、イベントの第1弾として行われました。例年であれば、支部の会員が作った雪像やジャンボ滑り台などがお目見えし、雪中宝探しやソリレースといったイベントも行われます。しかし今年は感染症拡大防止のため、密集せずに楽しめるイベントが企画されました。イベントでは、道の駅東由利の駐車場にミニサイズの雪道路を600個と、旧東由利町のイメージキャラクターモータ君の雪像などが制作されました。この日の東由利は最高気温が8度と、この時期にしてはかなり暖かくなり、雪の壁に向かって作業をしている人たちの額にも汗が浮かんでいました。下の方はちょっと氷強くて、スコップだと難儀したところですけども、まずみんな頑張ってやってくれたと思います。なかなか楽しいですね。なかなかイベントないので、こういうのでもあれば盛り上がるかなと思います。やっぱコロナの関係でなかなかこういうイベントどこも中止になっているもんだから、なんとかそういう形だけにも残しながらやっていければなと思って、これだけでもやってそれなりのなんていうか地域のイベントとしてやっていければいいかなと思います。イベントが何もない状況になってしまいましたので、ただプレストとこのゆらりの方でこの雪像で少しでもいらしてくれるお客様の気持ち和んでもらえればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ご来場の方お待ちしております。この他にも地域の人たちに思い思いの場所で雪像を制作してもらい、その出来栄えなどを審査するコロナに負けるな雪像コンテストも行われました。こちらの美容室の人たちは巨大なアマビエを制作しました。美容室の人によりますと、当日の午前10時ごろから自分が所属するバレーボールチームのメンバー10人ほどと協力して制作したということです。楽しかったです。楽しかった。雪だるまを作って楽しかったです。いろんなイベントが中止になっていく中で、ちょっとでも地域のみんなが元気になれたらと思って参加しました。そうですね、みんな健康で笑顔で過ごせたらいいなと思います。また駐在所では秋田県警察のマスコットキャラクターまもるくんをかたどった雪像も制作されました。応募はちょっと少ないんだけどもその思いだけは皆さんに伝わっていただけたのかなと。私たちの基本は地域が元気になって、みんながこの雪を国雪に結びつけていこうというようなことでやってますので、趣旨が伝わればこの後につながっていくのかな、中止という選択肢はないのかなと。来年度コロナが収束してしっかりと皆さんが元気にまたリセットできればいいなというように考えています。日が傾き午後5時ごろになると、雪道路に明かりが灯されました。訪れた親子連れなどは雪道路の明かりが醸し出す幻想的な雰囲気を楽しんでいました。
暖かいよ。少しね、少し。少し暖かい。綺麗じゃね。見える？恥ずかしい。東百合雪まつりツアーでは今月28日に雪山八潮登山が、そして来月7日には雪中キャベツ収穫体験が行われる予定です。